中山競馬11レース京成杯2000です能力偏差値ですが A ランク1等 B ランク3等 C ランク1等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定200を打っています。4枠6番アーバンシックです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは a ランクとなります。金5層では前走に黄色線を上回っています。 上がり指数が高評価できるのは、前走は黄色線を16上回っています。2。走前は黄色線を12上回っています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2000メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前はオレンジ色の着順が1着で紫の丸が2000。 2000は的距離です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が3頭います先行タイプが7頭いますこの一角侵入予想図の状況からはハイペースが予測できます先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます 一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前はクバンテからの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は25で15位です上がり指数は78でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうですハイペースはプラスになりそうで展開面はプラス評価をしていいです 次の馬を解説していきます暫定丸を打っています5枠8番早手の福之助です能力偏差値は2位で偏差値ランクは B ランクとなります金5層では前層に黄色線を上回っています特に前層は黄色線を10に上回る優秀な指数をマークしています上がり指数が高評価できるのは2層前は黄色線を9上回っています能力的には トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が2000、2000は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は4番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は63で2位です。 上がり指数は71で5位です。まずまずの先行力で、好位につけられそうです。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠14番、ラノンデサイルです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。 特に前走は黄色線を10に上回る優秀な指数をマークしています上がり指数が高評価できるのは3走前は黄色線を5上回っています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1走前は紫の丸が2000 2000は適距離です展開面を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は41で8位です上がり指数は66で8位です平凡な上がり指数で差せないリスクも若干ありますハイペースも味方しそうで展開面は若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます 暫定白三角を打っています。六枠十一番、マイネル・フランツです。能力偏差値は四位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金五層では、前層に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは、前層は黄色線を八上回っています。二層前は黄色線を九上回っています。三層前は黄色線を八上回っています。能力的には。 上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が2000、2000は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は6番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は40で9位です。 上がり指数は73で4位です先行力上がり指数とも平凡でさせないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った6番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です暫定丸を打った8番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません 評価対象外です暫定黒三角を打った14番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。暫定白三角を打った11番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定罰を打った10番の対戦成績は11番に対し0勝1敗と負け越しています。10番の対戦成績にはリスクがあります。以上の適正分析を考慮しました。 最終の予想印です。本命20丸を打ったのは6番アーバンシックです。能力偏差値はトップの a ランクです。距離と展開とレース間隔を高評価しました。対抗丸を打ったのは8番疾風の福之助です。能力偏差値は2位の b ランクです。距離を高評価しました。黒三角を打ったのは14番ラノンデサイルです。 能力偏差値は3位の B ランクです。距離と展開を高評価しました。白三角を打ったのは11番マイネル・フランツです。能力偏差値は4位の B ランクです。距離とレース感覚を高評価しました。罰を打ったのは10番コスモブッドレアです。能力偏差値は5位の C ランクです。対戦成績にリスクはありますが展開と レース間隔を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです